さあ時刻は今7時32分になりました。寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りします。コロナうつっていう言葉がありますよね、はい、この新型コロナウイルスの感染蔓延でうつが増加っていう話聞きますけれども、はい、心配ですよね、うん、今日はこの問題について大阪府保健医協会理事で大阪市東淀川区で開業されてます清水美穂さんにお電話つながってます。清水先生おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、保健医協会さんの調査でも先生なんかコロナの感染心配で受診を抑制する、つまりお医者さんにかからない方って増えてるっていう数字が出てましたけども、はい、うつ病なんかのそれ精神疾患の方もこういう受診控えってあるのかどうかっていうことと、それでやっぱり症状が悪化したケースとかもあったりするんですか、どうなんですか。あ、はい、ありがとうございます。あの確かにデータでも受診控えは皆様もご存知ようにいっぱいあるんですが、うつ病の患者さんといいますのは、はい、他の患者さんに比べまして不安っていうものを他の方より多くお持ちなんですね、はい、そうしますと不安な人ってやっぱり行動しませんよね。確かにね、うん、そうなりますとうつ病の患者さんの 85% に不安を持っていると言われておりますので、うんうんうん、ほとんどの方が不安を持っているので、それの方々はやはり家の外に出るのが怖いということで受診を控えられる方が多くなっておられます。やっぱ良くないですね、それはね。で、そうなりますと、うん、やはり薬を飲んだだけではなかなか良くならない、うん、あるいは誰かと喋ったり、私たち精神科医は精神療法というのでお話をさせていただいておりますので、うん、そういうのができないとやはり悪化する傾向にはございます。なるほどね。そして冒頭も言いましたけど、はい、このコロナうつですよね、コロナでこううつになっちゃったって、はい、こういう方たちもどうなんですか、はい、先生のところでも増えてるんですか。確かに大勢いらっしゃって、一番に私たちのところに来られた患者さんのコロナうつの方はもう本当にコロナ病棟で働かれてる看護師さんでした。あ、ね、この看護師さん今テレビでも足らない足らないって言って疲弊しているって言ってますが、はいはい、もう本当に本当に大変な勤務の中で自分もなるんじゃないかということで、去年1年はもう本当にその方々が増えておられまして、今年になってからはやっぱり経済的なことで仕事を失った方々のコロナうつの方々が増えている状況にあります。うわ、えらいことや、これはほんまに、まあ、でも ね今症状なくてもね、これからまあ発症することもあると思うんですけども、そうですね、はい、これ例えばなんかこう早め早めに気がつくっていうか、こうお医者さんにかかるポイントって先生何かありますかね。はい、本人さんは皆さん大丈夫っておっしゃるんですけれども、はい、やはりなかなか寝つけない、眠れないって、眠れなくなってくるとやはり要注意かなって思いますし、周りの方々がちょっと見ていて、なんかいつもよりイライラしてないとか、なんか不安になってないって、いつもとちょっと違うよって周りが感じたときは少し相談でいいんです。受診ってしなくても自分大丈夫ですかねっていうふうなご相談いただけたらありがたいかなと思っております。意外とね、こう自分からうつちゃうかなっていうふうに自覚する人ってあんまり先生いない、ね、はい、はい、少ないですね。ですよね、はい、眠れないとか周りが気づいておかしいっていう、そっからやっぱりですよね。そうですね、はい、逆に、まあ、これほんまに今厳しい状況ですけども、なんかこう我々注意するべきことってあるんですか、こう日々のこう暮らしとか生活の中で。どうしましょう先生。そうですね、一般的にうつの患者さんに私たちが申し上げておりますのは、はい、まずはね、うつっていうのは、まあ、脳内のセロトニンっていう物質が減るというふうに言われておりますので、はい、それを増やせるものの一般的なものとして太陽なんですよ。太陽か、はい、うん、ですので日の光に当たっていただきたい。別に外出しなくても、うん、部屋の中でも当たれますよね、うんうん、とにかく太陽に当たっていただきたいことと、うん、もうちょっとわずかなことでもこんな制限された生活ですので、うん、自分にとって好きなこと、楽しい時間を1日5分でも持っていただけたらっていうアドバイスをさせていただいております。太陽に当たることと、うん、ちょっとでいいから楽しいこと、はい、これを5分でいいからってことですよね、はい、あ、それだけでも随分先生変わってきそうですね。そうですね、気持ちが変わりますのでね。うん、
いやでもコロナうつの方やっぱり増えてるし、医療関係者の方のストレスってまだまだ続きそうやし、ね、はい、もうこれでも受診抑制はいかんね、やっぱりね。そうですね、なるべくちょっと顔を出して違う環境の中で主治医の先生と会っていただいたり、違う相談していただけたらと思います。わかりました、先生お忙しい時間にありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。大阪市内東淀川区で開業されています清水美穂先生にいろいろ伺いました。赤羽さんでも医療従事者の方のこのコロナうつって深刻ですね。でもね、伺ってるとですね、でも数字的にこれが1位になってたっていうのはすごいびっくりしました、まあ、でも初めて聞きました。考えてみたらそうでしょう、うん、それぐらいのだってもう考えられんぐらいのストレスにさらされてるってことですからね。重圧もすごそうですしね。ですよね、うん、さあこのコーナーにどんどん皆さんご意見ください。ファックス、メール、おはがき、宛先をあっきまとめておきましょう。まずファックス番号 078-361-0005 078-361-5番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 おはがきは郵便番号650-8580ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。今日のメッセージテーマは皆さんの手土産教えてください。お土産自慢ね、はい、よかった。ご当地のそう、うん、お土産情報なんかもお待ちしております。あとはがきの方はよかったら月間プレゼントの応募もできますので、このコーナーだけではなくていろいろとお便り活用して番組に参加をしてください。メッセージをお待ちしています。